し、いつまで待たせる気だ。武蔵くん、ごめん、また捕まっちゃった。小次郎、生きていたのか。夢は関係ねえ、話せ。拙者がアレ式のことでくたばるわけがなかろう。武蔵、拙者と決闘するなら姫は話してやろう。ったく、ワンパターンのやつだぜ。おっと、グズグズしてられない。武蔵、覚悟。姫、危ねえ。何？化け物と小次郎の精神が融合しちまったみてえだ。となると奴の狙いはオイラ一人。心配はいらねえ、必ず奴を倒して戻ってくる。それまで姫はここで隠れてるんだ。もう誰にも捕まるんじゃねえぞ。武蔵君こそ絶対勝つのよ。ものを呼び覚ますためにオイラは畜生ぶった切ってやる。
人娘を放ってバカンスなんかに行くからこういうことになるのよ。おお、フィーレよ、わしらが悪かったよ。しかしお前が城をこんなにめちゃくちゃにするほど大暴れするとは今度からきちんとあなたに言ってから出かけるようにするわ。わかればいいのよ。そういう意味じゃないでしょすまんすまん、そう怒るでない。ところでそこのおちびちゃんはどなたなのかしら。ああ、彼ね、彼は私の命の恩人なの。命の恩人？まさか留守中に何かあったの？ううん、別に。ね、ユッケルジ。いや、そう、姫様がお暴れになった以外は何事もなく平穏無事な毎日でして、これが。そういうこと。じゃあ姫、こいつ返しにちょっくら出かけてくれ。分かったわ武蔵くん、気をつけてね。それは光の剣レイガンド。すごい、すごすぎるわ。それに武蔵って、まさかあなた。オイラは伝説の剣豪武蔵、よろしくな殿様。